ザ・ピーナッツさよなら公演とは、1975年3月21日から4月5日に、かけ4公演が開催されたコンサートツアー形式によるザ・ピーナッツの引退記念公行である。日本の歌手で初めての引退コンサートであるとされている。このコンサートは引退表明前から計画されていたものであるが、1975年2月18日、 ザピーナッツの芸能界からの引退を表明したことにより、急遽、さよなら公演に変更された。当時は、日本の歌手が引退公表を行う事例はなかったため、これが日本初の引退公表とされている。同年4月5日土曜日の東京公演当日には、所属事務所であった渡辺プロダクションに所属していたタレントや関係者が、ほぼ総出で、 ザ・ピーナッツの最後の公演に参加した。特にザ・ドリフターズは生放送が基本だった8時だよ。全員集合を録画放送としスケジュールを調整して出演した。さよなら公演は下記の4会場で行われ東名阪に加え京都府でも開催された。開催年はいずれもザ・ピーナッツさよなら公演が行われた NHK ホール以下の内容は 東京公演のみ記載する。公演の司会者は高橋慶造であった。公演開始と同時に、かわいい花の演奏をバックに、高橋による挨拶で始まった。挨拶終了と同時に渡辺プロの所属タレントによる拍手に迎えられて、ザ・ピーナッツのかわいい花がショートバージョンで歌唱された。この時、伊藤由美がフルコーラスと誤認して間違えるハプニングもあった。 高橋は2曲目のブロードウェイの子守歌歌唱開始前にも、まず、ピーナッツならではの歌のうまさからご披露したいと思いますというセリフでザ・ピーナッツを迎えた。以下は歌唱順で記載する。歌の合間には高橋による語りもなされていた。なお、歌唱楽曲はザ・ピーナッツシングルスを中心とし一部カバー楽曲も歌唱していた。 可愛い花ブロードウェイの子守唄歌ブギュウギビューグル、ボーイ風の囁き恋のバカンス大阪の女情熱の、砂漠さよならは突然に浮気なあいつ、ザヒットパレードメドレーエスタディ最後の詩を教えて、プラウドメアリーモーニングイマジネーションシャボン玉、ホリデーコント再現スーベニール東京ラバーカムバックトゥ、ミーガンケシェインシンの窓に灯し灯を、情熱の花振り向かないで、 ローマの雨東京の女銀色の道恋の風が帰りこぬ青春街のフィナーレウナセラディ東京かわいい花。ありがとうございます。